の炎に抱かれてしはい、どうも、最近食べ物なさすぎて乾パンばっか食べてる男、カイトでーす。家にある唯一の食べ物が乾パンとカップ麺しかなくて、体に栄養あるものが全然ない。そしてこの度、ついになんとですね、葵ちゃんとの公式限定コラボグッズ今から販売いたします。ブースってサイトで2人のアクリルキーホルダーをたった今から限定100個で販売するので、この動画の概要欄か Twitter から飛んで買ってやってください。次の商品の入荷は未定なので、ぜひこの期間に手に入れてね。なんだかんだ水面下で1ヶ月くらいほぼ一人で進めて大変でしたよ。てことで今回、負けヒロインで有名な青髪のアニメキャラに突っ込みしていこうと思います。少しでもいいなと感じたら、高評価の方だけお願いいたします。カイト君は、とても弱いです。ですからきっと、寄りかかってしまいますよ。それで、どうぞ。主人公高須隆二は生まれつき目つきの悪さから不良と勘違いされてしまうような人間だが、温厚で優しい人間だった。アイサガタイガーは小柄で人形のような清楚な美少女と見られているが、凶暴な性格で手乗りタイガーとからかわれていた。実はズボラでドジな性格で相当のおっちょこちょいでもある。ある日タイガーが間違えて隆二のカバンにラブレターを入れた子だから、お互いの思い人を知ってしまう。ここで共同戦線を結ぶことでお互いの恋を応援することになり、物語がスタートするといった非日常要素抜きでの恋愛や友情などをメインとした作品である。その中でも物語の中盤で転校生として川島亜美は登場しましたが、可愛くて天然で性格もいいこという周りからの評価とは裏腹に、本来の彼女は自由奔放で悪態もつくちょっぴり腹黒の性格。ああだるい。ねえねえ、亜美ちゃんのアイスティーなくなっちゃった、持ってきて。けれどそうした自分の姿を見ても変わらず、すでに信頼関係が出来上がっていた龍二たちの友人関係にもすんなりと迎えてくれ、自分のために必死になってくれる彼らに対しては彼女なりに様々な場面で助け舟を出してあげることもありました。まあ今時でいうあざとい系のぶりっ子キャラなんですが、ちょいちょい腹立つ場面もあるのよ。根はいい人だから許せなくはないんですが、第25話トラドラより龍二とは両思いだったのに、親友のタイガとも今のままの関係でいたいと龍二の告白に対して見えきれない態度を取ったみのりには、少々きつい言葉でひねくりながら嫌われ役を買って出たことも、アミ自身もリュウジに恋心を抱いてるのに周囲の友達の気持ちを優先しすぎるあまり、結局彼女がリュウジに対して自分の気持ちをぶつけることはありませんでした。分かってくれる人が一人でもいたら大丈夫なんだよね、たとえそれが恋じゃなくたって。いやそこは言えよって、もう見てて歯がゆいんじゃ。店員さん呼ぶのミスしてもう一回呼ぶのためになってるお客さんくらい見ててじれったい。彼女の結局みんな自分のことが一番わかんないんだよねというセリフには実感がこもりすぎていて、胸が張り裂きそうになった方も多いのではないでしょうか。お前はバカばっかりだ、なんで気がつかないの、なんで助けてくれないの、バカビキニなんかに気取られて、誰もリュウジを、リュウジは私のだ、誰も触るんじゃない魔法少女マドカマギカとは、願いを叶えた代償として魔法少女となり、人類の敵と戦うことになった少女たちに降りかかる過酷な運命を、優れた魔法少女となれる可能性を持ちながらも、傍観者として関わることになった中学生カナメマドカを中心に描く。本作はすでに累計が確立している魔法少女ものというジャンルに新たな切り口を導入することを意図した作品であり、題名に魔法少女をつけてはいるが、いわゆる魔法少女ものというよりも魔法少女をモチーフにしたダークファンタジーとしての作風が強い。ミッチサイカとは主人公カナメマドカのクラスメートであり、元気いっぱいで活発なマドカとは正反対の性格ですが、控えめでどこか危なっかしいマドカを気遣い、転校生として現れたホモナに対してもすぐに気を許すことはありませんでした。幼馴染の京介に思いを寄せていましたが、彼は将来有望なバイオリンの奏者として注目されていたものの、事故で手を怪我してしまい、もう以前のように動かすことはできないと伝えられます。それを聞いて絶望する京介のために、彼女は京介の手を治すことを願い魔王少女になりました。なんて一途な少女だよ。でも大体こういういい人ほど損することが多い。これは現実でも結構言えることだよね。サイカは入院中の京介のお見舞いにはよく通っていて、以前は同じ CD プレイヤーでイヤホンを片耳ずつ使って音楽を聴いていたりと、二人の仲は順調のように見えますが、結果的に京介はさやかに対しての思いは恋愛感情に至っておらず、さやかの親友でもある雫ひとみからの告白を受けて二人は付き合うように。ひとみの思いを知ったのと同時に魔法少女の真実を知ってしまったさやかは、その後魔女へと姿を変えてしまいました。めっちゃなんか闇落ちしてる。いやもう怖いって。女の子間のこういういざこざ絶対めんどくさいやつ。あと京介の思わせぶりも少し悪いわ。本編終盤での改編後の世界では魔女にならなかったもの、京介の演奏を見届けた後に力を使いすぎたことが原因で消滅。瞳に対して京介にはもったいないくらいのいいこと、後悔のないような笑顔を見せていました。どっちみち見てて切ない。結局最後報われないのは悲しいですね。私のために何かしようって言うなら、まず私と同じ立場になってみなさいよ。肌の登場で人間やめられるわけないもんね。何でもできるくせに、何もしないあんたの代わりに私がこんな目に遭ってるの。
突如コンビニ帰りに異世界へ召喚された引きこもりの学生夏木すばる。知識も技術も武力もコミュ能力もない内々尽くしの凡人がチートボーナスを与えられることもなく放り込まれた異世界で必死こいて生き抜く。彼に与えられたたった一個の祝福は死んだら時間を巻き戻れるという痛みを伴う死に戻りのみ。頼れる者のいない異世界で一体彼は何度死に何を掴み取るのか。レムは主人公すばるが身を置くロズワール邸の双子メイドの妹であり、おおよその家事ができない姉の代わりにほぼ全ての仕事を彼女がこなしています。また極度のシスコンで姉にとって障害となると判断したものはロズワールの忠告や命令を聞かずに行動してしまい荒々しい一面もあります。こう普段可愛い感じなんですが結構この世界ではまあまあ強いのよ。アニメの途中角とか生えてきてえこれなんぞやって思ってたもん。その正体は鬼族の末裔で忌み子として殺される双子に生まれながらもその角の美しさと強大な力から角を分け合った姉妹たちが生かされることに。しかし奇才な姉ラムに比べて鬼としての力を十分に扱うことのできないレムはラムに対して劣等感を抱き続け、魔女教によって故郷を襲われた際にはレムの角が折られてしまい、そのことに対して一瞬でもほっとした気持ちを持ってしまった自分に負い目を感じ常に自信を卑下する傾向にありました。スバルから漂う魔女の残り香から魔女教徒だと判断し襲撃の機会を疑っていましたが、自己犠牲を厭わずまっすぐに誰かのために行動できるスバルに対して心を開いていき、同時に自分を苦しめる過去からも救ってくれたことで敬愛だけでなく異性としての愛情を芽生え始めました。他人のためにこう体を張れるってなかなかすごいよね。普通の人だったらなかなかできない。第18話よりそんなスバルから何もかも放り出して一緒に逃げようと言われた時にはそれからの二人の将来像を事細かに幸せそうに語りながらも、レムがずっと見てきた夏木スバルを語り彼が逃げ出すことを決して許そうとしません。諦めてしまいかけたスバルにもう一度前を向く力を与えスバルに対しての愛も告白をしますが、やはりスバルの中にはエミリアがいて、けれどエミリアを好きな気持ちを全部ひっくるめてスバルへ惜しみのない愛情を向けるその温かい包容力とけなげさから作中の女性キャラクターの中でも特に高い人気を誇るキャラクターです。そこまで行ったら付き合えよ。まあでもヒロインにエミリアがいたからこそ第二ポジションで掲げたキャラなのかもしれません。大体ロギ好きはこっち派の人が多いイメージ。レムは信じています。スバル君自身も自分のことが信じられなくなったとしてもレムは信じています。本物の英雄なんだ。プレの事故で命を落とした高校生の佐藤和馬は天界で女神アクアに異世界への転移を持ちかけられる。彼女は異世界には望むものを一つだけ持っていけると特典を持ち出しながら異世界転移を勧誘する。しかしアクアが和馬を小馬鹿にして笑い転げていたことから和馬は腹いせに異世界に持っていくものとしてアクアを指定し転移に巻き込む。アクアは異世界転生した主人公の巻き添えを食らう形で女神の座を引きずり下ろされてしまった通称ダメ神です。アニメでは勝ち負け以前に制裁争いに加わる気はあるのか問いただしくなってしまうようなギャグ要因プリを披露していますが、主人公とは気の置けない関係であるがゆえに実感のような安心感を体現するキャラクターですが、本人があの調子やと思ってしまうところもよく言える。友達としてなら見れる系女子な。普段の姿がギャグすぎてあんま女として見れないパティーン。あの現象に名前を誰がつけて。まあこんな感じで多くの青髪のヒロインキャラを見てきましたが、やっぱ総じてハッピーエンドはほぼほぼない。まあ他にも少しマイナーな青髪のアニメキャラも機会あれば紹介したいなと思います。それでは後半戦は不幸ヒロインこと葵ちゃんとのコラボ復活動画です。本日は久しぶりにカイトストーリーの超昔の動画を遡ってみようの回でございます。ちょい前に闇の手によって消された2019年の8月31日に動画投稿された葵ちゃんとのコラボ動画第2弾を復活させようと思います。前見れなかった人も前見た人もぜひ面白いので見てくれたらなと思います。あと最後に少しでもいいやと感じたら高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。もし多ければまた近日中コラボするかもです。そんじゃ続きは動画で。闇の炎に抱かれてはいどうも、最近やたらブワガリ飲む炭酸水にハマってる男カイトです。本日の自己紹介あっさりした感じで始まりましたけど、たまにはさっぱりした感じでオープニングトーク始めていきたいと思いますよ。本日で8月も終わりということで、夏休み明けの学生たちが絶望的な気持ちで学校に登校していく日になるというわけですが、9月からもまあ日々精進してね、僕は動画投稿頑張っていけたらいいなと思っております。てことで今回ついに葵ちゃんとのコラボ動画となります。内容的にはツッコミ企画動画は1本、今夜だけのここだけしか聞けないスペシャルトークの豪華2本立てとなっておりますので、最後まで楽しんでいただけたら嬉しい限りです。概要欄に僕が出た方の動画も貼っておくのでぜひ見てやってください。それではどうぞ。どうも皆さんこんにちは、おりでございます。というか、おりと申します。まあ大体の人はね、初めてでしょうし、まあ皆さん誰だお前とか、カイト出せとかね、上演欲しいとか、ガダルカダルタカって言いづらすぎるとか、おっぱいみたいな、まあそんな感じのことを思ってると思うんですけど、まあここはちょっとね、一つお付き合いしていただいて、まあでもお付き合いって言ってもね、恋愛とかそういう意味じゃないですからね。あともうこの際なんで、ちなみに言っておきますけど、カイト君はそういう人いないって言ってたんで、ガチ恋勢の皆さんチャンスですよ。今こそ恋のビッグバーアタックを仕掛けてみてはいかがでしょうか。ねえ、まあでも僕はいるんでね、私のレムリンが。まあ申し訳ないですけどね、レムリンもしくはレムリンバリの美少女と結婚するんで、はい。まあ、というわけでね、まあ、今日はカイト君にこれ突っ込んでくれやって言われて渡されたものがあるんで、それにいろいろ言ってまいりたいと思います。それでは位置についていいよー。やめの斧は寝たからって、ラブ&ベースじゃん。
指の確認。まずはね、病院とかにちょっと貼ってありそうな注意喚起の張り紙なんですけど、こちらです。毎日お風呂に入るときなど、自分の足の指がちゃんと10本あるか、1本1本触って確認してみてください。意外と1本、ないかもしれませんよ。あるよ。あるから。あ、大丈夫。日本で普通に暮らしてて突然足の指がなくなるなんてことまずないから。5時のチャイムが回る節月花になるぐらいありえないから。もしね、5時のチャイムが回る節月花になったらもうかかった瞬間、ものすごい勢いで帰りますよね。毎日お風呂に入るときなど、自分の足の指がちゃんと10本あるか、一本一本触って確認してみてください。意外と一本ないかもしれませんよ。お前、こんな波乱万丈な人生を送ってるんだよ。気づいたときに足の指ないって通学ないんか。ナルトもさすがに戦いでもさすがにお互い腕もげたことに自覚あるぞ。鬼畜アーケード。続いてアーケードゲームしてる人の写真なんですけど、こちら。すごいド M の方なんでしょうかね。勝てる？それ。段ボールバッチリ貼ってあるよ。その状態も100眼ぐらいしか見えないと思うよ。ヒューガはこの波って最強。サンタッチしか見えないと思うよ。でもそういうプレイが好きなんだろうから、頑張ってください。このお客さん、また変なことしてる。貸し切り中。まず確認させてほしいんだけど、これゲームしてるの？どんなゲームプレイを楽しんでるのかな？ダンボールの面積大きすぎて何が起きてるかわからん。すごいけど癖が強いんじゃ。気をつけよう。ではお次は仮面ライダーブレイドのバイク事故の注意喚起のあれなんですけど、ドン。気をつけよう。バイクは急に止まれないって言いながら重くそ引いてるっていうね。止まる気ないよね。これだってウィリーで残像出るほどスピード出してからのダンだからね。削りいってるよ確実に。回転すごすぎて削られてるアンデッドさん火花出てんもん。丸気あったらもう少しスピード落とすでしょ。あとこれすっごいどうでもいいんだけど、僕このブルースペイダー持ってた。クソ懐かしい。ブレード抜きでこのバイクだけなぜか持ってた。気をつけよう。バイクは急に止まれない。おもちゃの宣伝がダイナミック。そしてよくよく文章を細かく見ていくと、ブルースベイダーは仮面ライダーブレイドのために作られた毒性マシン。アンデッドが現れると止まれないふりをして引き殺すのだ。仮面ライダーブレイドが冷酷。ヒーローが引き殺すとかいうパワーワード使ってんじゃねえよ。アンデッドに容赦なさすぎ。またやった。でもアンデッドだし、まあいいか。いや、よくないです。助ける気ゼロか。あの花。お次は、あの花のパチスローを宣伝するにあたってのキャッチコピーみたいなのですけど、それがすごくてですね。こちらです。どう。メンマね、もっとみんなと遊びたい。だからね、パチンコとスロットに生まれ変わりする。もう少しだけ、隠れんまだよ。遊ぶのに金を払えというのかい、メンマ。ねえ、成仏したんじゃなかったの？あんだけ世界中を泣かしといて、お前。何？ラノベ？転生したらパチスロだったっけみたいなノリなの？でも多分あれだろうね。AT とか入ったら探し出すんだろうね。ぐる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 。メンマー！で、その後、ベンベンベンって言って揃わなかったらまた。まだだよ！ぐる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 。メンマー！ベンベンベン。まだだよ！ぐる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 。メンマー！ベンベンベン。で、揃ったら、みたいな感じなんかね。メンマね、もっとみんなと遊びたい。だからね、パチンコとスロットに生まれ変わりする。もう少しだけ、隠れんぼだよ。うるせえよ。感動の夏の名作アニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないよ。変な利用するな。まだ動画見てないんですが、多分葵のツッコミ動画の方ではメンマとか叫びながらシークレットベースの曲流してるんでしょうね。意図は浅はかなり。じゃあ僕はそれをあえて使わずにツッコミ動画していきたいと思います。パチンコとスロットに生まれ変わりする。もう少しだけ、隠れんぼだよ。生まれ変わるものの対象。メンマさん、隠れんぼの意味絶対分かってないよね。俺はあの花を初めてアニメで見た時な、知り合いやネットとかで感動するとか言われてて、こんなアニメどこが感動するんだよとか思いながら見始めてから、最終メンマー、どうしてだよ。なあメンマー、教えてよ。お願い、俺の前には現れてくれよ。俺さ、みんな変わっちまったかと思ってた。でも実際喋ったりしてみるとさ、そんなに変わってなくてびっくりした。だけどさ、どんなに変わってなくたって、もうみんなってのはどこにもいない。花からいなかったんだ。メンマが欠けてるんだから。分かっていてもあの曲をかけられずにはいられませんでした。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。